Red, I have no idea what to expect from this weird place here. Soul Shrine, okay. This is distressing. Everything feels so much creepier in here, but somehow familiar. Why? What, you don't remember? This place feels just like the tower in Crossbell. What is this? There's this strange sensation on the back of my neck. There's no doubt about it. All of the mana in Crossbell's being drained to this location through the spirit veins. So you all feel it too. But wait, I thought the students weren't in that castle. Unless they're talking about the tower where we fought Macburn with Sharon. Behind the tower, they were trying to gather all of the mana and Crossbell for. Oh yeah, they did catch up. I forgot about that. Which will mean. No way. Could they really be trying the same thing again? Yeah, now I get what's going on here. The twat lurking in the shadows is finally taking shape before our eyes. So it seems. The echoes from below and the ominous air in here tell us to turn back. That our only choice is to go deeper into the unknown. I'm sure what lies in wait for us are the answers we've been looking for. And danger like we can't imagine. Well, thanks for the world's most terrifying pep talk. You know, for a second, you almost sounded as cool as the divine blade of wind. Maybe it was their master's influence. In any event, we need to get moving. Why?魔獣の気配も感じない。シュートカルは安全そうだ。しかしなぜこの島にこんな遺跡が隠されて。何かありそうですね。ですが今は先を急ぎましょう。下に降りるにつれて。 ミリアムさん、あら、あーちゃん、リンリン、7組のみんなも、どうしてこんな場所に。よかった、無事みたいだな、ミリアム。 ユーシスが思い詰めるくらい心配してたぞ。会議があるのに悪いことしちゃったかな。それじゃユーシスに聞いて僕を探しに来たんだ。ええ、ですがさすがにうかつすぎです。でもよかった、ちゃんと無事でいてくれて。ま、そこのでかいのといい、やばそうな状況だけどな。 ここを探し当てるなんて。ふむ、自力で仕掛けを解除してきたということか。その巨大な機体が新たな実験用の新機だな。ええ、ですがこれまでの2機とは違いますわよ。アイオン タイプアルファ2、かのガレリア要塞を消滅させたタイプの改良機ですわ。まあその時ほどの力はないみたいですけど、それでもあなたの鬼神ごとき敵ではないでしょう。
なんかこの場所で霊力を補給してるみたいでさ、なんとか場所を突き止めたんだけど、見つかって捕まっちゃったんだよね。うかつすぎでしょ。ですがやはりクロスベルの紫の神器と同じみたいですね。なんとか阻止すべきだろうが、人質を取られているとなると。いや、少なくとも傷つけられる心配はないだろう。神速しか知らないが、彼女たちの誇り高さは知っている。人質を傷つけるような真似は絶対にしないだろう。彼女たちの崇拝する主にかけて。面白い若者だ。女心をくすぐってくれるじゃない。リュバリーがよろめくのも無理ないかもしれないわね。よろめいてません。ここであったが千年目、我ら敵対の力改めて見せてあげます。そうだな。灰色の騎士といい、楽しませてもらえそうね。俺の獲物よりでかいとはな。その弓も尋常ではない雰囲気ですね。でも絶対に引けない。ああ、3ヶ月近くに及ぶ修行の成果を示すためにも。私も引けません。形式的とはいえ姉妹ですから。あーちゃん、トールス第二7組特務課、これより敵集団の制圧を開始する。おう。見くらうヘビ第七使と直属。敵機体が三体し、お相手捕まつる。いざ尋常に勝負ですわ。ハイネス、エンネア、行きますわよ。承知。任せて。じゃあ。崩れた。もらっちゃう。それ。僕の番だな。よし。打ちのめすぞ。クレイジーハント。よし。そこだ。もらっちゃう。いいぜ。ほらやっと来やがる。崩れたぜ。行くぜバンダル。任せてくれ。行くわよ。逃がさない。ファイル崩れた。試合やりますわね。ですがここからが本番ですわ。ドタマに来ましたわよ。マイこー新規ゴイズ。俺の番だな。ウラハヤテ。今だ。ここだユナ。はい。倒せない。行きますわよ。援護するわ。食らいなさい。そんな。みんなところで。お返しさん。僕の番だな。
よ。ありがとう。バンダールが創建、とくと味わえ。行くぞ。とどめだ。ラグナストライク。そんな。この程度。行くぞ。突撃陣劣化。この程度。上等だ。やるな。だがここからだ。我は豪気打ち砕く者。マイ頼んだ。任されました。回復します。アルジェのシール。ありがとうよ。さあ派手に踊るとしようや。そら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 。おねんねするにはまだ早いぜ。ベリアルレイド。いい夢は見られたかよ。でもまだまだよ。魔眼の神髄見せてあげる。ゴールスタイル。行くぞ。任せろ。構えろ。防御陣撤退。行くぞ。やあ。任せろや。もらったぜ。チャンスだ。遅い。マイ。今だ。いただけ。ゴールスタイル。よし。すまない、頼む。お任せください。あまり
くわよ。俺の番だな。よし、チャンスだ。続く、行くわよ。行くぞ、突撃時烈火。よし、はあ、食らえ。チャンス、試合マイ。うなれ、うーん、螺旋撃。崩れた、ここだ、ユラ。了解です。やるな。ありますわね。灰色の騎士もさすがだが、それ以外のひな鳥も結構やるな。黒ウサギにバンダール流、それ以外も粒が揃っているわね。さすがの腕前だが。でもなんとか届かないわけじゃないわ。このまま一気に押し切ってやるか。調子に乗るんじゃありませんわ。ここまではあくまで小手調べです。何？この上まだ余力があるというわけですか。ええ、本気の彼女たちはこんなものではないはず。ああ、気を抜くな。いや、別の何かだ。気をつけて、僕もあれにやられたから。成功陣を披露するのも久しぶりかしら。我ら敵機体が結社最強とも謳われるゆえ、その身で存分に味わうといいですわ。その必要はありません。お戻りでしたか。もしかして結社の七使徒の一人。見くらう蛇が第七中、鋼のアリアンロードと言います。トールズ第二仏庫獅子神皇帝の意志を受け継いだ生徒たちに共感でしたか。なんだ。そこに存在するだけで、喋るだけで感じるこの圧力。来い、バリマール。え、いきなり。おう、出し惜しみできる相手じゃない。七組総員、ミリアムを救出してここから撤退してくれ。良い判断です。ですが間が悪すぎましたね。見せてもらいましょうか。
か。八葉の一端の担い手にして灰の起動者の力のほどを。あ、これはマジかよ。ユナ、預かっておいてくれ。教官、これって。それがないと教官は。以前から一度手合わせ願いたいと思っていた。リーン教官、内戦時でも見せた。八王一刀流中伝リーン・シュバルツァ、全身全霊をもって武の修行に挑ませてもらう。いきやよし、それでは行きますね。来なさい、ハイノライザー。行きますよ。俺の番だな。うなれ。おー、ラフェン。行きますよ。はい、打ちのめっそ、クレイジーハント。俺の番だな。うなれ。おー、ラフェン。荒ぶる神のイカたちに、いざ戦場に来たれ。行くぞ。うなれ。おー、ラテン。行きますよ。まだやれる。影響しず、我が太刀はせ。見えた。さあ、灰の太刀、熱よ。来ちゃいますね。した代償か。完全に暴走したら帰るしかなさそうね。さてどうしますか。そのまま完全なる鬼と化すか、逃げるか、我が軍門に下るか。せめてミリアムと生徒たちを逃がせれば。俺自身などさせるか。ダメだ。レッセ、黙ってろ。ふざけないでください。いつも自分だけいい格好ばっかり。ここで前に出なければヴァンガールは名乗れません。これ以上かっこよくなられてもちょっと困ってしまいますし。ですから教官は私たちが守ります。悪くない、ですが甘すぎる。少しは現実を知るといいでしょう。そこまでにしてもらおう。
む。その肌の色、ノルドの一族、旧七組の最後の。久しぶりだな、リン。ミリアムとは先日の通信以来か。ガイウス、ガイウスなのか。間に合ったんだ。こうなったら僕も。ミリアムさん、やった。ごめんごめん、手こずっちゃった。なんて力。鉄血の白ウサギ、少しばかり侮ったか。そしてノルド出身の旧七組、ガイウス・ウォーゼル。しかしその雰囲気は。その若さにして、その佇まい、その風格、灰の起動者とは別の意味でただ人ではなさそうですね。あなたの足元にも及ぶまい。だが俺の全力をもって彼らを逃がすことはできるつもりだ。いいでしょう。なんて能力だ。霊力の充填も完了。舞台を一通り整いました。遊郭の若獅子たち、底な知性の代理者も。せめて今宵くらいは安らかに眠るといいでしょう。戻れたか、リン。よかった。まったく無茶をする。教官、いくらなんでもあんなことは。すまない。だが文句は後で聞こう。出てきてもらおうか、青のジークリード。知性の代理者。やれやれ。え？まさか。どうやら聖女には最初から気づかれていたようだ。まだまだ甘いな、俺も。そしてお前たちも。ああ、否定はしない。どうやら結社と対立しているのは確かなようだな。この島と峡谷地帯の争いで、それぞれ何を狙っているんだ。何よりも、どうしてそんな仮面をつけている。それは聖女も同じだろう。答える義理はない。付き合う必要も。待て。新旧七組それなりだが、実力不足は否めまい。うごめくは私兵の群れ、そして至高にして伝説の存在。今回ばかりは指をくわえて眺めていることだな。
改めてノルド出身の旧7組ガイウス・ウォーゼルだ。見知りおき願おう新7組のみんな。Since the winds have blessed us with a reunion. Zeo, was it? I remember you. Did he follow you from Nord? Yeah, he's always been there for me, watching over me from above. The way he helped us before wasn't like any bird I've ever seen. I finally met you and regard your general bodies, but are all of Nord's people as strong as you too? Actually, though his ancestors were from Nord, he was born in the Empire.We only have a mutual acquaintance at most. I was actually hoping to meet with him soon. Were you? That shouldn't be too difficult under the circumstances. Why? They probably have more than enough mana by now. It seems like this stage is finally set. Between this and the Jaegers, this is getting out of hand. Yeah, you're telling me.I knew something was up, but this is way more than something. It's good that you were able to uncover new information. But I'd rather you consider your position as an agent before being captured. But I thought I was totally fine till they bust out that spell. And my friends came to save me, so it all worked out. You're the best, Tilly. I don't know what you're talking about. Haha, you're funny, Milium, and you really were amazing, Allie.She was telling us she just couldn't leave you be. Really? Really? I don't know, I forgot. Hey, I love you, Tilly. As I say it, never mind. Haha. Adorable. Tell me about it. This has got to be some sort of mistake, though, right?I want to agree with you, but there's just too much evidence to the contrary. The Star Witcher was there, and then that masked man showed up. When we saw Zephyr, I had my suspicions, but... Yeah, I'm pretty sure that guy's affiliated with the Black Workshop. His face was covered up, but I thought... Oh, but what I'm thinking can't be right. So if there's any other possibility... Azure Siegfried. I'm sorry, Bean. I'm sorry that I couldn't help you till now.Had I been in Nord, I would have been here in no time. I couldn't even reach you with our Arcus units. Were you somewhere far? In a way, I was somewhere particularly remote due to special circumstances. My Arcus was virtually useless for a while. I see. Oh, you sure got me curious. I'll tell you all about it sometime. More important to the present, Ween.You overdid it in your battle against the Steel Maiden. Huh? What, is it like using his powers when he's got none left? You're not wrong, exactly. What I did was a slight to Emma and Salin's kindness. We. Instructor. I'm not criticizing you. I know who you are. How you are. And I know just what you were up against. No one can blame you for pushing yourself a step too far.Just don't forget, we're here for you. All of your friends from Taurus, me, Justice, Milium, Instructor Sarah, and Patrick. Valima, your colleagues, even your students. We're all here if you need it, so don't think that's your only option. Huh? It's right, you're always pulling stuff like that. Even with who we were up against, we could have help. We'd all be happy if you worked with us. Don't keep us at arm's length.We've learned a lot because of you. We won't go down so easily. Haha, lost for words? Completely. I was given the same lecture before the shrine. It's a bad habit of mine. I know it's something I need to fix. Thanks, Gaius. All of you, actually. Okay, making the same mistakes makes me a sad excuse for a friend and instructor at times, but I'll keep working at it. Don't be afraid to give me another lecture if I need it, Sunfear.
Huh, yeah. And we hope to learn more from you in turn, Instructor. I wouldn't mind a more private lecture from you. Musa, we're being serious now. For idea's sake, this is too awkward for me. ええ、悠々しき事態ね。その必要はない。
いたしました。次期公爵閣下。おお、昨日も見かけたが、そなたは？ミュゼイーグレット、イーグレット博の孫になります。今回の会議での決定、応援申し上げておりますわ。おお、イーグレット博の、このような令嬢がいたとはな。ね、覚えておこう。それではな。おやすみなさいませ。会うのは初めてだが、死からの手紙で存じている。この身はすでに帝国貴族、随分羨ましく思っていたものだ。恐縮です、准将。結社にせよ会議にせよ、明日はおそらく佳境を迎えるだろう。風と女神の導きを、ガイウス、君の使命を果たすといいだろう。ええ、そのつもりです。ただし使命ではなく、あくまで七組としてですが。の明かり、これがカイトの月祭か。アンジェリカお姉様もおっしゃっていたことですし、ちょっとだけぶらついてから帰りませんか。ああ、少しくらいならいいぞ。少しフライング気味だし、みんなへのお土産を買ってもいいかもな。やった。せっかくだし、カイトのお上品な店あたりで飲むか。だから君は未成年だろう。では教官、二人きりで夜の鳩場にでも。だからあんたはやめい。もはやお約束ですね。よし、
加減にしとけよ。そう毎度てめえの思惑に乗っかってやるとは思うなよ。まあそうツンツンすんなって。別にこちらはお前さんに強制するつもりは一切ないしな。それより繋がったんだろ、サザーラントからラマールまでの線が。てめえの言う通りだ。ところどころポツポツとつながってきやがった。裸足で泣きわめいて山道を歩いてた時、しょぼくれたおっさんに手を引かれたこと、おっさんに連れられて夜行列車みたいなのに乗ったこと、キラキラしたところに来てあの人に紹介されてどいつもこいつもお人よしっつうか。そうか、まあ大方睨んだ通りだったか。てめえ、だったらなんでもっと早く。たとえ俺が何か教えて、それでお前さんは納得できんのか。全てを自分の目で確かめる、そう言ったのはお前さん自身だろう。ち、まあいい、俺のスタンスは今までと変わるわけじゃねえ。今度は黒幕関係だ。出し惜しみするんじゃねえぞ。ああ、それについては
微妙にハードルが高そうだが、いずれにせよ今回の演習じゃ大したネタはつかめないと思うぜ。明日は相当ヤバそうな感じだし、とっとと寝た方が身のためだろう。そこの教官殿に指導されちまう前にな。てめえ、いつから？この場合、謝るべきか問いただすべきか、どっちだろうな。それは軍用通信機か。都合したのはレクターさんですか？当たりだ。いわゆる暗号回線でな。ちなみにミリアムやクロウサギは噛んでないから適当に黙っててくれ。そんじゃ二人ともとっとと寝ろよ。ちっ、マジでどっかから見てるんじゃねえだろうな。おい、なんかねえのかよ。いや別に、もともとうさんくさい人だからな。アルティナとは別の関係者を送り込んでも不思議じゃないだろう。ただどうも君は情報局員というわけじゃなさそうだな。ふっ、足りめえだ。そもそも便宜も図られちゃいねえ。俺が第二に合格したのは完全な実力。そうか、じゃあどうして？個人的にどうしても知りたいことがあってな。それを知るための近道が第二にあるってあの野郎に囁かれたのは確かだぜ。レクターさんがそんなことを。さっき話が少し聞こえたが、君が知りたいのはひょっとして？てめえに話すことはねえよ。それともなんだ、羅刹あたりに突き出すか？え、カカシ野郎から情報を引き出す代わりにいろいろ調べ物はしてたからな。言ってみりゃ情報局の隠しスパイ。ちびうさよりもタチが悪いだろう。あのおっかない文校長様が知ったら即刻退学にでもするんじゃねえか？おい、まさかとは思うが、本気で言ってるんじゃないよな。大人びてると思ったが、自分のことになると意外と周りが見えなくなるというか。悪い、そんな目で睨まないでくれ。そもそもアルティナがいる時点で情報局のスパイ云々は今更だろ。第一、あの文校長がそれを知って君を辞めさせたりすると思うのか？そいつは断言するが、ありえないな。むしろ面白がってとことんやれまで言いかねない。いや、いつでも寝首をかいてこいとか言い出しそうな気も。やめろ、想像しちまうだろうが。ったく、これだから常識の通じねえ連中は。だったら林教官、あんたはどうなんだ？処分の目がないとはいえ、心情的な問題はゼロじゃないだろう。俺は俺自身の知りたいことのために情報局を利用して第二に入った。7組入りを決めたのも 100% そうだ。そんな少年のクソ生意気な問題児を入れておくメリットなんざどこにある？メリットがなければ担任として教えたらいけないのか？俺はさ、アッシュ、自分がここまで来れたことに感謝しているんだ。そりゃ嫌だったさ。あんなに仲が良かった旧7組のみんなと1年で離れ離れになったのは、政府の腹立つ要請を引き受けて灰色の騎士なんて持ち上げられたのも、もっと言えば捨てられて拾われて君の悪い力を持っていたことも。
大切な仲間を失ったことも、でもそれらが何の意味もない無駄なことだなんて思いたくはない。君だってそうなんじゃないか。君の事情は知らない。だが育ててくれた人の愛情はわかる。なんだかんだ言って面倒見いいしな。仲間のフォローもちゃんとするし。そんなの君の有り余るスペックからすればどうってことないか。ちなみに君は大したやつだとは思うが、それぞれ上には上がいるぞ。クルトは壁を感じているみたいだが、間違いなく剣士としては天才だろう。ユーナもあれで警察学校を卒業した。タフさも粘り強さもある有望株だ。アルティナは生徒の枠にとらわれなければトップクラスのエージェントでもある。ミューゼはまあコメントは控えておこうか。まあわかるけどな。まあ言いたいのは、君も間違いなく彼らから影響を受け、また与えているってことさ。それを是とするか非とするかはあくまで君自身の問題だろう。だがそこに少しでもメリット以上の意味が見出せそうなら、七組特務課という集まりに君の居場所がありそうだったら、俺はその手伝いをしたい。ただそんな風に思っている。はあ、くさすぎる。なんでこの俺がこんな青春ドラマに付き合わされてんだっつの。君の七組編入を決めたのは文校長だから、文句はそちらにな。ちなみに俺の意見を言えば、アッシュが入ってくれたのは嬉しいぞ。社交辞令とかじゃなく。キモいんだよ、タグ。今日のところはおとなしく引き上げて寝てやるよ。あんたの自分をさらけ出すやり方に先制されちまったみてえだからな。時と場合によるさ。絶好のロケーションでもあるし。ふん、言ってろ。明日はどう考えてもやべえんだろう。俺たち7組を率いるつもりがあるなら、とっととあんたも休むんだな。ああ、おやすみ、アッシュ。はあ、それで君の方はいつまで起きてるつもりだ。バレちゃいましたか。別に立ち聞きしようとしていたわけではないんですよ。ただ明日のことが心配で目が冴えたので潮風に当たりたくて。ってアッシュさん相手とあまりに態度が違いすぎません？あ、もしかして。そういうのはいいから。分かってると思うが、くれぐれもアッシュのことは。ここだけの秘密ですよね。個人的にアッシュさんの経歴に興味は出てきてしまいましたが、少しだけ我慢することにします。ああ、そうしてくれ。君にかかったら大抵のことは丸裸にされてしまうんだろうからな。あら、ひょっとして教官、先ほどの話私にも聞かせていました？君の気配は分かったからな。さっきアッシュに言った、互いに影響を受け与え合う関係、
言うまでもないだろうが、君に対しては少し違った意味がある、うん、この2週間担任として接して改めて確信したよ。秀才かつ天才的なクルタよりも、才能の塊みたいなアッシュよりも、人間として力強いユーナよりも、得意な経歴を持つアルティナよりも、君は普通じゃないな。あらゆる意味で、そら恐ろしいほどに。君の怖く的な言動、ちょっとした冗談やおふざけ、一挙手一投足に至るまで、すべてが俯瞰され、計算された上で、どう因果が巡るかまで君には見えている。あくまで自然に、君自身が楽しみながら。アッシュが女郎雲なんて君のことを揶揄していたが、そんなレベルじゃないだろう。差し詰め、トップクラスのプロのチェスプレイヤーのように、何千手、何万手先まで読んで、望む盤面を引き寄せようとしている。そうじゃないか。正直驚きました。教官の聡明さはもちろんある程度は把握していましたけど、まさかそんな形で切り込んでこられるなんて。八王一刀流でしたか。そのあたりの心構えなのかしら。私という人間を捕らえるのに特殊な見方をされたんですね。勘の目と言ってね。あらゆる先入観を排し、あるがままを見て本質を捉えようとする。なんだ、頭がしびれるように甘い。そうですか。極めれば何事も断りに通ずる。やはり欲しいです。灰色の騎士としてではなく、先輩の大切なお兄様としてでもなく、教官のことを、教官の心も魂も。危ない危ない。今更かもしれないが、あんまり大人をからかうんじゃない。相手によっては冗談にならないことだってあるんだぞ。失敗しちゃいました。以前尊敬する方の一人に教わった殿方を虜にする魔法だったんですが、やっぱり香りも重要みたいですね。あのラベンダー、なんとか取り寄せられないかしら。君は、いや、別に魔女を気取っているわけじゃありません。ですが以前とある機会にお話しすることがあっただけで、これ以上は秘密です。わかった。そこの詮索はやめておこう。さあ、そろそろ寝た方がいい。明日は多分早いぞ。わかりました。教官が添い寝をしてくださったらぐっすりと。しません。ほら、いい子だから。なんだか父親モードになられてしまったような。まあいいです。それでは教官、おやすみなさい。ああ、おやすみ。そうだ、最後に一言だけ。互いに影響を受け与え合う関係、いくら君がそれを制御できたとしても、
受ける影響はゼロではいられないはずだ。その意味で見守らせてもらうよ。君と7組のみんなをこれから先も。よろしくお願いします、リーン教官。通信波妨害装置も成功だね。遅かったじゃん。せっかくの前夜祭が楽しめたっていうのにさ。やれやれ、お前さん本当執行者に向いてるな。執行者にしては勤勉すぎる気もするけどね。おっと、彼女たちも来たみたいだ。ダリーがぼちぼち始めるとすっか。夏至の夜を邪魔しないよう忍び足でこっそりとね。ご苦労だった。砲撃よ。ああ、かなり遠いがでかすぎる。よほど非常識なサイズじゃねえと。列車砲か。緊急事態発生、みんなすぐに準備して。
各方面との通信をつなげ、砲撃箇所の特定を急ぐぞ。全機構兵、出撃準備。いつでも出られるように。戦術家集合、装備は確認しとけよ。この威力は RF の新型列車砲。バラッド校が正規軍用に作らせた代物か。東からだな。距離にして800セルジュ。それって峡谷方面。こちらバレスタイン。やっとつながったか。大丈夫ですか？ああ、こちらは大丈夫だ。だが、バラッドってやつが作らせた4機の列車砲が強奪された。ラクエル北の峡谷地帯に全部が運ばれたみてえだ。幻獣が出たあたりか。バカな、そんな入り組んだ地形にどうやって列車砲を運び込む。確かに自走できるキャタピラもあるそうですが、それでもさすがに無理がありません。バラッドの私兵から話を聞いたが、例の神器が現れたらしい。それが手をかざした瞬間、全ての列車砲が消えたそうだ。空間転移能力。白い神器は空間を操る。それで4機とも運んだのかよ。いかんな、住民の避難を急がせよ。こちらは一旦峡谷方面へ向かいます。あ、僕も。俺も付き合います。私も付き合おう。バイクで飛ばせるはずだ。カッカ、パトリックもオルディス方面を頼みます。だから、今度は全軍を峡谷に送れとおっしゃるのか。そうだ、列車砲を全て奪還するのだ。いいか、無傷でだぞ。元手がかかっているのだからな。カイトの守備はどうするのです。それにここを開けるわけには。あの砲撃の前に守備など何の意味がある。海上要塞はわしに任せよ。これより護衛と向かうのでな。まさか自分だけがここに逃げてやり過ごすつもりか。住所、峡谷に軍を送るにせよ、ここを明け渡すわけには。いや、統合地方軍へのバラッド校の監督権限は絶大だ。違えるわけにもいかん。だが、あらゆる事態に対応できるようにしておこう。第一から第八は峡谷方面へ。俺が指揮を取る。9から12はカイト周辺に展開。避難誘導や被害への対応を行え。イエス、コマンド。あの方の言葉通りか。綱渡りになりそうだが、果たして間に合うか。さてと、オーダーのお時間だ。
政府が雇ったニーズヘッグは失敗。元北の両兵たちが列車砲を奪取した。結社の力を借りて峡谷地帯に運び、今現在もカイトに砲撃を続けている。整備不足みたいだが、4機もあるからおよそ5分に1発撃てる計算になるな。こんな状況になってやっと詳しい情報を。ま、結社の動きもあったからいろいろ手探りだったのは確かでな。とりあえずお約束やっちまうか。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、帝国政府のオーダーを伝える。結社と両兵たちの狙いを見極め、この地の混乱を回復せよ。引き受けました。ちょうどよかったわ。アンちゃん、サラ教官、ユースたちも。列車砲の状況が知りたい。これから峡谷方面へ向かう。リーンはどうする？行こう。じゃあ私たちもご一緒します。いや、君たちは念のためこちらで待機しててくれ。そんな。また生徒は置いてけぼりってか。違う、思い出せ。列車砲は確かに脅威だが、それよりも危険な存在がある。昨夜列車砲を運んだあれがどこに現れる可能性がある。そっか、確かにあの白い機体に備えておく必要がありますね。各種装備を整えて待機。どうせ嫌でも協力してもらう。頼んだぞ、7組特務課。イエスさ。緊急事態だ。このままバイクで抜ける。坂を上がって抜けた先だ。急ぐとしよう。どいてどいて。失礼する。
砲撃確認。距離約2。始めるとしよう。行くぞ。ドン。ええ。切り刻め。行くぞ。行くとしよう。気をつけろ。ひざまずけ。せいや。今だ。もらったわ。任せなさい。高ぶれ黒龍神。私の番ね。行くわよ、ユーシス。任せるがいい。行くぞ。なれ。今だ。しっかり
行くぞ。見ろ、方早く今だ。ここだ。私の番ね。チャンス、行くわよ。ユースス任せるがよ。俺の番だ。タスマキを投げ払え。今だ。付き合い。任せるがいい。行くぞ。バン。行くぞ。引くだ。今だ。私の番ね。だ、今よ。そこだ。行くぞ。引くだ。私の番ね。だ、今よ。そこだ。いいだろう。はっ。後期。もらったわ。ユーシスも見違えたわね。教官もすっかり勘が戻ったようだな。よし、掴んだ。Ha, how's that? That breed was striking. They're from the same region as the Norton Jaegers. Naturally, they're used by them.Cheh, their corpse is the strongest too. It's probably the society who hired them. We don't have time to stand around. That's right, let's make this like old times. Class 7, move out. Understood. Let's go. Except, Angie is not class 7.